天気予報を見るだけで不安になる自分はどこかおかしいのでしょうか今日、今週は日本列島に最強の寒波が来る最大限の警戒をしてくださいという天気予報をテレビで見ました脅されているようで不安になりました心が揺さぶられて怖くなりました台風が発生したという天気予報の時も同じような気持ちになりますまあおかしいのでしょうかって言うから答えるけど おかしくないです。<laughs> 人間ってネガティブ思考なんですよ、基本的に。どういうことかというと、未来のことを考えると不安になるんです必ず。未来のことを考えて、バラ色にハッピーでーすだけを想像することってできないんだよ、人間って。ネガティブ思考だから、基本が。だからちょっとこうなったらどうしようとは絶対考えちゃって不安になる。 うん、でその不安になる要素の方を重要視するから怖くなるんだよ。<laughs> あこうなったら楽しいだろうなよりこうなったらまずいなの方を重要視するようにできてるから勝手にだ怖くなる先のことを考えると。うん、で天気予報ってさ予報ってさ予知して報告することじゃんだから未来のことじゃん <laughs> 未来のことを考えさせるものなんで天気予報っていうのは。うん 今日のお昼から雪が降りますってもう未来のことじゃん。で未来のことをちょっと想像したらやっぱり不安になるんで。うん。やったー雪が降ったら雪合戦できるぜよりは雪降ったら滑って頭打ったら怖えなーの方が強くなるんで。もう大人になって年を取れば取るほどそうなる。子供の時はまだそこまでネガティブ思考が進んでないから年を重ねるとどんどんネガティブ思考になるから人間。<laughs> だ普通普通です。 普通なので,えでねこれね天気予報見るだけで不安になるんだよねみたいな話すと絶対「お前それおかしいぞ」って言ってくる人がいるんでそういう人の言うことは信用しないでください。え <laughs> やわかるなるよねって言ってくる私みたいな人と話してください。<laughs> 強がってますからそういう「お前おかしいよ」って言ってくる人は、うん。そういう不安になる自分を許せてない人か。 それかもうネガティブな感情を抑え込みすぎててわかんななくしいるみたいなネガティブな感,な感情を感じるのが恥ずかしいと思ってそういうのを抑え込んでる人かもしれないんでそういう人の意見は聞かなくていいです。だってさ「今週は日本列島に最強の寒波が来る最大限の警戒をしてください!」っつったら怖いに決まってんじゃん。なんか史上初の台風とかさ 20年ぶりの巨大な待遇とか言ったら <laughs> むちゃくちゃ怖いに決まってんじゃん脅されてますよ脅されてるっていうかやっぱりそこまで不安を不安っていうか警戒させてんじゃない被害を防ぎたいからうんあとそういう親切心もあるし思いっきり不安をあってビビらした方が視聴率が上がるみたいなねそういうのもあるじゃんだっていろいろね いいろんなな不安を煽,煽られてきたじゃないですか、最近。3年とか4年そんなたったっけそれぐらいだっけ怖いですよ怖いですよーっていうメディアが多かったでしょそれと一緒、うん、うちの母親なんか最,最強のカンプが来るみたいな天気予報で見たら「あらまあ!です」っ <laughs> もうビビりまくるよそのままうのみにして「あこいつらビビらしてんな」とか思わないから。<laughs> <laughs> うん寒波来たらだからさもう厚着するしかないじゃんあと道路が凍っちゃうからさ転ばないように気をつける、うん、それぐらいでしょあとはほとんど変わらないよねまあ水道が凍っちゃうんだったら暖房つけなきゃいけないとかさ停電に備えるとかさ停電するところだったらねうん っていうかだから不安になるから準備するんじゃんそうやってストーブを準備しようとか停電になった時の懐中電灯を用意しとこうとかさうん停電した時のために石油ストーブを用意しとこうとかさそれで合ってるんですよ不安になるのはただあまりにも過剰に不安を煽ってくる人たちもいるんでそれはちょっと疑ってみてえそんなにビビる必要あるのみたいなうんどっかからミサイル飛んできますよみたいなことばっか言う人たちもいるから そういういのはね、疑ってかかってね。で、うん、基本的にメディアは不安を煽ってます。常に不安を煽ってるからテレビなんか見せたらもう怖くて怖くてしょうがなくなっちゃうよ毎日が。<laughs> ビビらせまくってるから、うん。ビビった方が思考能力が落ちるから人間の。で思考能力落ちてビビって思考能力できないときて「あこれを買えば」 私は助かるみたいな思考に陥りやすい短絡思考に陥りやすくなるからで物を買う、うん、お金を使いたくなるんだよ人間って、うん、もうそうなるんでだからメディアは不安を煽る、うん、そういうのも覚えておいてくださいはいということで天気予報を見るだけで不安になる自分はまあそんな自分は可愛いと思った方がいいんじゃないですか可愛くて素敵で、うん、うちの母親可愛いですよあらやだみたいな <laughs> すぐビビるからテレビ見てうん そういうことです。はい、質問ありがとうございました。